ミシダのツヤちゃん、4日目。2日目はマリンスノー、3日目は冷凍ブラインシュリンプを与えてみましたが、いまいち食べてるのかわからなかったので、4日目の今日は生きてるブラインシュリンプを与えてみます。ベトナム産のブラインだよ。なんかブラインシュリンプエッグというとベトナム産が一つのブランドみたいになってますが、実際には他のブラインと栄養価に返さないよとショップの人に言われました。私はビタミンとかマリンスノーで栄養強化してから使ってます。ツヤちゃん、あんまり変化がないですね。今度は少し育った大きめブラインをあげてみます。およ、わあ、ツヤちゃん狂気乱舞、ダンスパーティーみたい。ここからはひたすらツヤちゃんのダンスです。それにしても本当にブラインシュリンプは優秀ですね。淡水魚も海水魚も関係なくみんな食べてくれるし、孵化も簡単だし、栄養強化もできちゃうし、冷凍のよりも水を汚さないので気兼ねなくいっぱい入れられるし、うちではタツノオトシゴベリーがこれしか食べないので毎日それなりの数沸かせてます。羽のような腕を伸ばして一生懸命にかき集めてるの、めちゃくちゃかわいい。ツヤちゃんは一応棘皮動物なのでウニとかの仲間になるのですが、この美しさとてもウニの仲間には見えません。大海原では羽を広げて泳ぐこともあるんだとか、いつか見てみたいな。食べてるってはっきりわかる餌が見つかって本当に良かった。ツヤちゃん、毎日日記はここまでにして、この後は変化があったらアップしていきます。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。